これから、第2部として、お障害者チームの工夫と努力とはという題名で、私の方から共有させていただきたいと思います。IT 業界のこの潮流と、今まで私が歩んできた道というスライドですけれども、皆様ご存知通り、このオプションはどういう、オプション開発に関わっている IT 業界というのは、まず、足元のこの、事業会社とか、クライアントエンユーザーという直接のこのモデルエサイアの会社とかがあって、そこからまた下、請負という、案件を下請けで受けたりということで、またそこから下請けでオプション開発をやってきたという、図にはなってますね。私は2008年、この前後にあるこの日系会社に入社してからは、赤枠のこのお中のオプション開発ということをメインとして担当してまして、日本に来日した2012年からは、この緑枠の方に参加させていただきました。2012年のこの、私たちが来日したこの時には、日本には外国人の中国人とかベトナム人と、あとミャンマー人といういろいろ、外国人の方々が参加しているんですけれども、ミャンマーということはその時期には少し少なかったという思います。で、その時は、私たちの今の会社もこのオプションはということはまだできていないという状態で、その時期には私たちが派遣先ということで、仕事を主に担当して、この大手企業とかに Java とかの開発とか、あと、Salesforce とかのこの、他のツールの使い方とか、あと日本語と英語両方を使って、この英語の技術資料とかを、勉強しながら、このビジネスのこの、ClickView という BI ツールとかの検証とか、いろいろな、ことをやってきました。そこで弊社が、オプション開発にこのビジネスを始めていた時点からは、オプション開発の方にはやりたいという気持ちが強くなりまして、その後ですね、私は、結婚して子供を産んだ後に、仕事を復帰しました。仕事を復帰した後は、派遣先の場合なら、このフレックスの時間とか、占領とかで、この時間調整とかも難しいという看板もあったので、この社内の受託ということで、オプションプロジェクト開発に、プロジェクトリーダーとして、そこからやりまして、今はこの緑枠の赤枠のつながりということになっております。今まで私がこの、オプション開発をしてきて、パターンが多めには2つ分かれます。パターン1ということは、まずエンドユーザーと直接する案件ですけれども、エンドユーザーと直接するのは、日本人のこのエンドユーザー側と、私たちこのミャンマー人がメインにこのプロジェクトマネージャーを管理して、要件のヒアリングから、その要件を理解したものをシステム化するには、どのような要件定義書とかを作って、どのようなもので、納品部数はどうなりますよというものまで開発したものと、あと開発後の運用補修、どういうこの直接のパターンと、あとパターンにどういうことは、エンドユーザー直接ではなくて、この元の、元請負いのエサイアの下に私たちがまた、受注するという形になるんですけれども、その場合は、このオーナーの PM の指導により、その PM のこの要件とかをいただいた後に、設計から開発、あとは団体テストとか、結合テストと、受け入れテストの時に、このオーナーの PM の開発チームに、支援ということで、いろいろ、作業を進めているという形にはなります。でも、2つのパターンとも、日本語が必須ということになっていまして、あとは要件定義から、この最後のこのゴーライフまではいろいろやらなければならないという、担当作業になっておりまして、開発後のあと運用補修という支援にも関わっていまして、このパターン1とパターン2の、変わりはそんなにはないとかは思っております。
ปัตตานีชิโนกุโนจิเรโดคายาสุไดเซดสเกลิโดโมปัตตานีชิโนบายวาโคเรชโกเซซุแอนโนยูซาเนดานโนเดแอนโนยูซากาวาโนโดคาซุปิยาโดกาอะโดแอนโนยูซากาวาโนโยมุชิมุโดกากาอะเตซุโคโนแอนโนยูซากาวาเนอะโดโจชิซุดานโดโดกากาอิโยโดนิชิกินัตเตมาซุวาดาชิตาจิกาวาโดชิเตวาโคโนปีเอ็มกาอะเตอะโดโปรเจคโตลีดาโดจินไฮเซมยันมาโนปีจิเชมุโอโอคุนิสคาเตมาซุโปรเจคลีดาวาโคโนโปรเจกต์แมเนเจอร์ตัวโปรเจกต์ลีดเดอร์ว่าคุกคุกข้างหน้ายอแค่หมวยจะได้เด็ดยอมชิมดูยอแค่นอกคนข้างกินตัวเก่าคุณนัดเด็ดยอแค่เด็กที่โชว์อุสกุตาอัปนี้สุดเร็วคนพี่น้องสักกี่โชว์อุสกุตเด็ดสุดสักกี่โชว์เอ็ดแดนยามานอกโอนินาเกตสุดโชว์ไซส์สักกี่ข้างหน้าโปรแกรมนอเซซูตัวเก่าอัปนั้นได้เทสต์ตัวเก่าจีซีสเต้นั้นได้เทสต์เทสต์ตัวนอเซคาบุสุกะแค่นี้อุสตาจิตเนี่ยมาตานิมกาวานีเคสุโกเทสต์ตัวนอเซโชว์ตัวเก่าสักเซสเต้เคสุโกเทสต์ตัวอิชอนิจีซีสเต้มาตาこの脳変数の導入形になりますね。このパターン1の、事例と開発体制の今サンプルとしては、この社内 DX という開発の体制をこの実施したいという案のユーザーが、このそのアジャイル開発向けね、それをラボ開発体制では今、進行中の開発案件としてあります。この案件は今3年間ぐらい続けてまして、この案のユーザーの方には複数のこの業務とかがありますので、業務チームが、業務チームによってプロジェクトが追加されたり、あと業務チームの追加要望とかによって、対応ということで、この PG3 名と PM1 人と PL、足一人で体制を行っているということです。PG3 名は全部はこのミャンマー側になるので、それがコストできて、コストダウンできているということになります。この業務チームとの、やり取りなんですけれども、週次のこの定例会議とかを実施して、その定例会議にこの今週の出来上がったものと、この何かがまた課題とか残っているとか、まだ終わっていない部分が何とかあるということを、正直お客様に報告をして、この進めて、アジャイル系で進めてます。私たちがこの業務チームから要件をいただいた後には、まずこの画面のモックをですね、簡単に作成して、そのモックを見せながら、このモックでいいですかという承認をいただいた後から、先書、基本先書のものを作成して、そこに、項目のこのバリデーションチェックとか、あと、バリデーションのメッセージとか、どのような処理なら何になるという、機能は細かくならないですけれども、基本先書くらいの機能をまとめして、そこですね、業務チームが分かるように、この承認をいただいた後から開発から始まっているという形になってます。あと、私たちがこのリリースした後には、まずは検証研究の方にこれをリリースして、検証研究の方に業務チームが、それを触ってみて、この自分たちがこの方針要件とは合っている場合は、それをまた本面環境に反映するという形になっていまして、今は AWS のウェブ上に全てを構築して、そこの応用報酬もですね、今なら24時間360日という対応にはなっているんですけれども、何かあった場合は、この日曜日と土曜日、日曜日祝日でも、日本側、ジャマ側がこの対応できるように体制としては、今体制を準備しておりますという状況になります。パターン2としては、これがエンドユーザーと直接じゃなくて、真ん中にこの朝や会社がある場合は、そこから受賞したという案件になるんですけれども、この場合は、コロナの前からもこのプロジェクトの場合は完全にリモートワークになってまして、あとですね、この条件をヒアリングして、この場合はまた、PM のこの開発チームの体制ですけれども、日本側にこのプロジェクト1の場合は、プロジェクト1とプロジェクト2の場合なら、日本側に PM をこの技術の マネージャーも CPG チームですけれども、この PM というのは、元のこの KOE の朝や会社の PM になってまして、その PM 一人の下に、GIC のこの体制を組んでいるという状況にはなっています。その場合はですね、この SE と PG と、あとはこの、この BM から受け
ကိုယ်တို့အခက်တိုးတဲ့ကြောဘုတ်တို့ကအိုးရောခက်တို့ကဖြီးတဲ့မတာအီရောအီရော communication ကိုရာလိတို့လေးဆိုလို့တို့ယူမှန်နေကြအိုးကိုနော်စတန်ဒီရတဲ့ဆိုရောတာတိုင်းဆဲဖို့အာဒီမာစီအတော့ project တို့စမ်းတို့က project တို့ရောင်းတာက SCPG ချင်းကစုပဲ့တဲ့မြန်မာနေတက်ပါစေနေဟောကဝနီဝမန်နေဂျာတခဲကမတော့ကူချီတိုစတဲ့တိုင်ဝစတဲ့ဘူယိုကေစပါလီမတ်အတော့ project တို့မန်ပါတို့မြန်မာကဝကန်းချီတော့ကိုမန်နေဂျာတို့ SCPG ချင်းတို့တဲ့ offshore အောကိုနော်တို့တိုင်းဝစ်တဲ့အီနိုတို့ယူတိုက်ဆက်တို့ကမို့အတက်ပါဆိုတဲ့မို့ဖတ်ဆူတို့ဘို့ကိုနော်အဲဆောနာနေအဲယကဝါရီတို့ကအတူဝယကဝါရီတို့ကဝအမရီနာခတဲ့အဲကန်ဆာနီရမုတ်တို့ဝခူနီနာတဲ့အီကအတူဝโอเคတို့ရီခါဝါဝအဲတို့နောအဆိုင်ယဒိုနိုယာလီတိုရီနာလူကချက်ပိုဆက်ဆိုအန်ညိုယူဆာနော်ယာလီတိုရီနာလူကတခဲချီတိုင်းကအတူတူယူခုဒိုဒက်စ်အဲဆိုဆိုနော်ယောနာတိုင်းဆဲတို့ကတဲ့ကိုနော် option နော်ခိုင်ဟဆုကိုစမဲ့တယ်ပါစတဲ့ option ချင်းမို့နော်ကိုနော်ခုခုဒိုဒိုယူခုဒိုယူခုဒိုတဲ့အချိန်ကိုနော်တိုင်းချီတိုယူခုဒိုတဲ့ယောတန်ကိုအိမ်မှာအကဲမှာစတာမဆိုဝါ communication of build တို့ဝင်ပါစခေရှားနော်ဘိုင်းနာကကိုနေဒီဟုတ်ကတော့လျှောက်ကိုစကန်လို့ဣချီကိုမတည့်ဘူးမြန်မာချင်းက30%တို့ဣချောဒီပါစတဲ့ခုခါတော့မြန်မာဆိုင်ကိုလိုက်ဝါဒီဟုတ်ကတော့ and do not level တို့ဣချောရှာနေတတ်ပါစေမြန်မာကဝါတော့ပိုင်တာဆင်းဆိုစတော့ရှာရင်ဝါကတော့ new shop code ဝါနေနန်းကတဲ့ and do ရှုတော့ကိုတက်ခိလို့ကြောင့်ဒီဟုတ်ကကိုですねこのシャナイでのミャンマーのこのミャンマーシタンでのこのシャナイでもニホカコが持ってましてその格好に通って do not shoot the cool をできるように頑張っている状況になります。来日してからはこの TOEIC の試験を受けて TOEIC のこの20%は TOEIC の発着から900点の間には今取れているという状況になります。先ほどこの一回さんからもお話した通り、ミャンマーのこのミャンマーの教育で英語の教育ということは、小学生から始まって、高校とかになる場合は、算数とか、あと、この科学とかの場合は、全部英語の教科書になりますね。そのため、この英語は話すとか聞くよりかは、この書きとか、あとは読むとかには全然問題がないということで、TOEIC の試験にもそんなに努力しなくても、人によっては変わると思いますけれども、そんなに努力して、なければもうこの660点くらいはできるという社員が多いですね。あと私たちの場合はこのお客様とはコミュニケーションが主に日本語になってますけれども、技術的に何かを探したい場合とか、あとは AWS とかのこの資格とかを取る場合には、英語になっちゃうケースが多いですね。そのため、この日本語で調べているとか、英語で調べているかなり広く、この、課題の解決策を身につけるということが、私たちの強み点とか思ってます。あとはですね、この使用書とかの場合を、この要件とかを説明するときは、説明するときとか、あと社内でも日本語をこの使うということになっているんですけれども、少しこの日本語で説明しても、要件があまり理解できていない社員とかに対しては、これをミャンマー語で、このコミュニケーションをできて、スピーディーにこの要件とかの理解とかをできるようには行っています。あとはプロジェクト体制としては、このお客様側と今日本側、ミャンマー側というありますけれども、日本側は主に要件定義から詳細設計の作成までをやこのお客様とやり取りしながら、このレビュー依頼とかをして進めている状態になってまして、その日本側の体制の中にも、この品質管理とかを、受けるようには、この体制を準備しております。ミャンマー側になる場合は、主な作業としてですね、この詳細設計からもあるし、でも製造と単体テストということもあるので、ミャンマー側は主に作業は、製造試験ということになってます。ミャンマーの側にも、この製造した部分の、この品質、コーディングのチェックリストとかがありまして、品質はどうなっているか、バッグがこのいくら出ているか、そういうような、いろいろ、変質的なものとかで体制を準備しております。そのプロジェクト体制と、この、ですね、業務全体と、この技術的なこの
เขาเรียกว่าตัวการตัวโปรเจกต์ตัวแค่นี้น้องแม่เดี๋ยวว่าสกายค่ะก็เด็กที่ดูย้อนนี่ว่าก็รู้เรื่องที่น้องเอซีน้องอยู่ดีจากก็อีมาสเตนคุณน้องแม่มาก็ว่าน้องดีจากพีเอซีตัวอยู่น้องว่าในห้องก็เด็กที่อยู่ตัวอยู่ดีจากก็อาศัยสาเหตุอีมาสเนี่ยส่วนตัวแม่คุณน้องในห้องก็ว่าคาร่าพีเอ็มตัวพีเอซีเดคุณน้องแม่มาก็ว่าน้องพีเอ็มพีเอซีเดคุณโอโชว์ตัวเก่าเขียวยูชินาคาระคุณโอพีจีเอโน่เซซูตัวอัดสแกนโอเฮนชิสุยกุเด็กคิวยอนี่โนเฮนเด็กคิวยอนี่ว่าตัวเยอะกว่าสเตนตัวยูโชว์เขียวนี่นะลิมัสส่วนอัดตัวคุณโอสักที่โอตัวคุณโอฮานาชตาคอมมิวนิเคชันตัวยูไตเซตุคอมมิวนิเคชันตัวไตเซโน่คุณโอแคนเรนเซนี่วานาดูเดสเกลิโนโมส่วนอัฟนัสตัวโนแคนเคนี่นารูตัวยูคุณโอว่านี่ฮุกาวานาไตเซตุสเตว่าแอนดูยูซ่าตัวอาศัยตัวการโอเคคือสามารถตัวเชนไรแคนเคบูโมจิเดคิลูยอนิพีเอ็มตัวสเตปุริวยัตเตอิมาสเตส่วนโคเกะก็สามารถตัวคุณโอยาริโตริโตยูคุณโอว่าสเลคคุณโอกาเชมตัวการโอเคส่วนอ่ะชัตุสุรุริโอสเตมาสคุณโอฮิซิโอนิโอจิเตสสุกุนิคุณโอไคว่าสไตบายว่า会話とか会議とかをできるようにしてまして、あと日時先着会議とか、週次先着会議とかで先着とか、あと課題とかを共有しています。その後ですね、このコミュニケーションどういうことになるので、QA の回答のルールとかも事前に合意しながら、QA を投げた後には、この、翌日にはこの QA の回答をいただくようになるとか、そのようなプロジェクトが始まるからは、ルールとかを、作ってから、そのように進めるということをしています。あとは、この、アジャイルという対応になる場合だと、この、表現とかが変わったり、あとは、いろいろ、確定しないときに、開発されたりということもあるので、よくお客様には、この手元に作業がないように、お客様に詳細設計書とか、のレビューとかを中央に、レビュー依頼をして進めている状況になります。オフショアのこのミャンマー側と、コミュニケーションというなる場合は、この、日本語の対応可能なリーダーと直接このお客様とミャンマー、日本とミャンマー直接やり取りしている、進めているプロジェクトもあるんですけれども、このミャンマーの、プロジェクトリーダーとこの日本側にミャンマーの PM が PM がこの直接やる場合なら、それをチャットするで使用とか、あと技術的な疑問が何かあるとかをリアタイムで解消してまして、進めているという状況になります。あとは、ミャンマー側と日本側は、このコミュニケーションをうまくしながら、この品質管理とか、あとスケジュール管理とかに遅延がないようには、対応しているということになります。あとミャンマーと日本で、時差もあるので、2時間半ということで、ミャンマーの試験時間とか日本の試験時間とかを調整しながら、会議の、時間とかも一旦この整理して、このリアタイムでうまくやり取りできるようには体制を行っている状態になります。あとはこの3番目のこの重要事項プチコということですとしては、スケジュール管理ということになってまして、できる限りは、このお客様とも、このオフショアのミャンマーの、このリーダーとかメンバーとかでも、日時の進捗の確認会議を行ってまして、課題とかをこの事前に共有、できるようには体制を準備しています。あとスケジュールとかに影響するこの前になった場合は、お客様にこれが早めに連絡する必要ということで、タスクの修正を含めてアクションを早めに取れるようには協力しています。あと、信用変更とか想定よりですね、複雑な業務とかになる場合は、その工数ではうまくできないとかになるので、工数の調整とか、あと納品の調整とかのスケジュール管理とかを行ってまして、やっている状況になります。あと、オプションにする場合は、この、工数ということはですね、今入社の、この入社の2年までは、日本語の教育ということがあるので、1日の8時間という作業はできない状態ですね。1日に、1時間半から2時間は日本語の勉強になるので、入社の2年までは、1日の作業時間が5時半から6時間しかないです。そのため、このメンバーに、このこう、この作業をアサインする場合は、スケジュールを立てる場合は、そのような、
二人にこのコースを一日、この一年目として考えるとか、あとはこの技術力とかが、そんなに高くない場合で、タスクが遅延している場合とか、あとこの技術的な難しいことの調査とかでかかる場合には、この支援メンバーとかをつけて、このバッファーできるようにスケジュールのバックアップを準備してます。あと、品質管理になるんですけれども、この品質管理のなる場合は、プロジェクトのメンバーにこの共有しながら、品質のチェックポイントシートとかを作ってますね。そのチェックポイントシートで、ゴールデングのスタンダード通りになっているか、その基本設計書通り、詳細設計書通りの、この、開発したものが合っているか、そういうことを、レビューアーのこの、作業を含めていろいろ行っているという状況にはなります。あとは、化学ベースごとのこの成果物品質に関しては、このお客様から承認をいただいた後で、次の工程とかの作業を進めるということで進めております。ここまでこのオフショア開発をやってきました私の経験ですけれども、この3年近くになって、この課題点を注意するべき点ということを一旦まとめてきました。まずですね、主にこの3段階で、この失敗として見られている課題になるのはですね、1番目の例の場合に、この提供している、共有したものが不一致ということがありまして、お客様としては、例えば Java の Spring Boot のバージョンが1.8とかにしたいですけれども、私たちがそれをあまり認識してなかったで、バージョンをもっと、最初のバージョンになってないままで開発した場合は、バージョンアップの作業がこの必要になり、それで、ね、コースがかかっていたということとかもあるので、提供するものと、この私たちが今回のプロジェクトに何々を使うというものを確実に、このミスモーリーの時点からやる必要ということもあるし、あと日本側とミャンマー側にそれが、楽がないようにこの共有する必要ということが、この課題点としてありました。あと例2のように使用の不確定の時に、製造を始まったということがありまして、その場合はこの詳細設計書の承認をいただいていない時に製造が始まったので、また詳細設計書がお客様から承認された場合には手戻り作業とかになるとか、その場合はスケジュールの遅延になって、また品質にはあまりこの注目できなかったという課題とかがありました。あと、サーバーに関しては、仕様変更になる場合は、この見積もりした工数より、この方ということとかもありまして、そのようなスケジュール通りはできない場合は、また占領とかでいろいろ対応しなければならないという状況になりまして、それをどうしてこの無視するか、そういうことを、うまく、この仕様変更の場合にも、ここは、いつくらいまでかかるんですよ。そういうことをきちんとこのお客様と承認をいただいてからやらなければならないということが理解できました。あと、このミャンマーオフショアの懸念点としては、この先ほど、この委員の方からも話したように、このクーデターが始まってから、この2年以上ですよね、今かかってまして、このあまりこの不安定にはなっていないということとか、治安面とかはあるんですけれども、開発業務にも今のところあまり影響が出ていないということが見られています。さっきのように、この緊急対応とか占領とかで場合なら、これらの前なら、夜の11時とかも日本みたいに帰られるんですけれども、今の状態なら、夜の6時、7時ぐらいになったら、そんなにこの外には出てない、出たら、難しいという状況とかもありまして、会社からはなるべく定時にこの帰られて、このパソコンの持ち出し申請とかを行って、このまだ終わっていない産業に対しては、自宅勤務で産業で対応するという形で今対応している状況になります。あと、ミャンマーというオプションのこの履歴が中国とかベトナムとかで比べたら浅いということになるんですけれども、今まではですね、私たち今、日本に今、オフショアを主にリードしているエンジニアとかも、海外では今10年以上日本に経験
ဆိုနေတာအင်ဂျင်နီယာတော့နေတော့နေတတ်ပါစေအတော့ခန်ချီနိုဟိုနေမိုဂျူနန်ချကကုနောကုနောခဲခန်အိုမိုတေတာကုနောအော့ဖ်ရှောခိုင်ရှာတို့ကကဆိုခါစားတဲ့တေမိုတေမြန်ပါနောအော့ဖ်ရှောဝါအဲတန်တန်တန်ကုနောအကတေတာတို့ယူကုတောဝါလိခိုင်できると思います。そこでですね、このもともとクーデターの前からは、海外でこの一段階の経験を積んだ後には、この帰国して、この後の、人材を育成するリーダーの育成できるという人材があったんですけれども、今はクーデターでまた、ミャンマーに一旦帰国した、この SE とか PL とかがまた日本に戻りたいという。気持ちとかもありまして、今はまた日本に戻っているという社員とかが多くなったので、それが、直接、現地店には一緒に仕事できる、一緒に仕事をして、このメンバーを育成できるというメンバーは少なくなっているんですけれども、今の時点では日本側からミャンマーを直接、画面共有しながらいろいろ教えてくれたり、そういう形でですね、育てるという状況にはなります。あとはこのコネタの後からはインフラの問題が発生しまして、このインターネットの接続は特に問題はないですけれども、停電が多いですね。その停電の場合はこの会社にジェネレーターとかでもって、停電した場合にはこのあと日本、ミャンマーで暑い国ですからね、停電した場合はこの脳を使う仕事に停電したらすごく汗とかが出てきて、このプレッシャーとかになるので、その、技術者たちにですね、ジェネレーターを使ってこのエアコンとかそのようなフェッタブでカバーできるようにプランを、考えて対応しているという状況になります。はい。それで今までこの私が、経験したオフショア開発のノウハウと、あとは、工夫と、あとこの努力についてここで共有事項が終わりになります。GIC のオフショア開発についてはこのマーケティング at GICJP.com に問い合わせいただければと思います。あとこのチャンスがあればまた皆様とオフショア開発を一緒にやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。